チケットの購入これで完了しましたという形で出ます満面の笑みで前売り入場券を購入したのは万博マニアの藤井秀夫さん500日後の開幕を心待ちにしています小学校時代に70年万博の太陽の塔に魅了された藤井さん その後、万博が開催されるたびに、世界各地へと足を運び、これまでに訪れたのは、実に47か所、大阪・関西万博でも多くのパビリオンを巡りたいと意気込みます。ょっち映像、皆さん見てもらったら、あリング結構。大体どれぐらいのペースで,で,んですか、<laughs> 週に3回、毎日行きたいんですけどね。今日から販売が始まった前売り入場券。 会期中に買うと大人一人7500円ですが、今なら開幕直後の2週間使える開幕券が1日4000円、最大で3500円安くなります。藤井さんは開幕券や通気パスなどチケット10枚、合計6万2000円分を購入しました。万博行ったら楽しいものがあるんだよという感じで、みんな実感しながら、えー、開幕 美容を迎えれたらいいなというふうに思ってます出発万博を盛り上げようという動きは各地で始まり大阪メトロや阪神電車など鉄道各社は脈々のカラフルなラピング列車を今日から走らせています一方、会場の夢島では今日も工事が進められています 最近話題になることが多い大屋根について工事担当者は。リングの構造体としてはあれが仕上がりの状態に近いものです私どもさせていただいている分につきましては、まあ、問題なく終わるものと思っております。